去年の10月に福島市南矢野目に新しくオープンしましたアトリエカフェ&レストランというお店を今日はご紹介していきます。さあ、先ほどネイルサロンで素敵にネイルを施していただいた後は併設しているカフェをご紹介していきます。江野さん、よろしくお願いします。さあ、こちらとても素敵な空間広がっています。壁に飾られている絵画や置かれている画集などは全て遠藤さんが個展やギャラリーなどに行って購入してきたものなんだそうです。とても素敵な空間広がっていますが、江野さん、カフェのコンセプトは？はい、大人がくつろげるアートを楽しむがコンセプトのカフェレストランになってます。コンセプトもとても素敵ですが、このアートな空間に置かれている画集などから、遠藤さんはネイルのインスピレーションを受けているんだそうです。そしてインテリアもとても素敵ですね、遠藤さん。はい、イギリスのアンティークを主に使ってます。はい、イギリスのアンティークのものを使っているということで、こんな家具の中で食べられるお食事、一体どんなものがあるのか、それがこちらです。遠藤さん、こちらはチキンオーバーライスプレートです。はい、チキンオーバーライスプレートということで、早速いただきます。よいしょ、チキンをいただきます。柔らかい。はい、あのヨーグルトにつけていらっしゃるんですよね。はい、ヨーグルトとスパイスのタレにつけてます。はい、とてもスパイシーなんですけれども、ヨーグルトにつけているのでまろやかな味わいでとても美味しいです。そしてですね、なんと面白いメニューも発見しました。こちらビクトリアンケーキと書かれているんですが、スタジオの古賀さん、はい、ビクトリアケーキ一体何だと思いますか？ビクトリアンケーキでしょ。ヒントは名前です。はい、名前ビクトリーだから勝者が食べられる。はい、熊谷さんが去年の年末特番でちょっと運気が占い師の方に悪いって言われたから、はい、ビクトリーなものを食べようって。なるほど、運気をつけられるケーキってことですね。違います。運気つける、間違いない、はい、ケーキ漬けケーキ。はい、運気をつけ、あの名前からインスピレーションを取ろうと思ったのはすごく近いんですけれども、正解を遠藤さんお願いします。はい、こちらです。遠藤さん、ビクトリアンケーキとは？はい、はい、イギリスのビクトリア女王が愛したショートケーキです。ハッシュベリーのジャムと生クリームが入ってます。はい、なんとビクトリア女王が愛したケーキということで、一見シンプルなんですけれども、一体どのような味わいなのか早速いただきたいと思います。お、ずっしりしている。すいません、崩れてしまいました。いただきます。ごめんなさい、いただきます。あの生地がパウンドケーキのように結構ずっしりとしているあのスポンジなんですけど、中のブルーベリージャムのこう酸味と生クリームがよくあってとても美味しいです。そしてこちらでは、日本ではなかなか味わうことのできないイギリスのボタニカルドリンクという、すべて天然原料を使っているドリンクなども楽しめるということなんです。さあ、ここ絵画が飾られていますので、12歳以下のお子様は入店をご遠慮しているとのことです。こんなアートな空間でくつろいで、そして美味しいご飯をいただいて、美味しいデザートも食べて、そしてたまにはネイルなんかもして、自分へのご褒美をあげてみてはいかがでしょうか。以上、中継でした。やっぱりこう大人がくつろげる空間というわけですよね。はい、でもあれ食べたらやっぱりそのくつろげる空間で運気もね、はい、上がってきそうですね。ビクトリーの気持ちになれそうです ねいい気持ちになって、運気も上がりそうですね。ちょっと無理やりだったかな。熊谷さんでした。